11月21日、日曜日放送の AKB48 チーム8の関東白書バッチ行為、毎月2回日曜夜11時30分から0時、芝テレ、では、10月3日、17日に放送し、好評を博した企画、タクちゃんと千葉テレテクテク散歩の続編を送る。これまでメンバーたちを見守ってきた MC、鈴木拓が、メンバーと二人きりで千葉テレを一周しながらツーショット、ガチトークを行う同企画。前回参加したメンバーは、本田仁美がファンから反響があったことを伝えたほか、清水マリアは、拓ちゃんの今までのキャラが、8を通して崩壊していくんじゃないか、と、鈴木のチーム8愛が溢れたことでキャラクターが変わってしまうのでは、と危惧。鈴木は、作家に言われたことを話しただけと照れながらも、俺のところにもチーム8のファンの方から本当に見ていてくれてありがとうございます、とか、めちゃくちゃ来ましたと反響があったことを明かした。写真、どうしても参加したいというメンバーが登場。鈴木拓の言葉に小田恵里奈、3年前から言われている。今回は、前回出演できなかった岡部凛、小田恵里奈、そして、どうしてもこの企画に参加したい、と立候補してきたメンバーの3人が、鈴木と散歩を行う。トップバッターの岡部は、まず、チーム8のこと好きになってくれました、と質問をぶつける。チーム8への思いを語った鈴木は、岡部について優秀だし、その場の空気を読む、的確にその場にあったことが言える、と信頼していることを伝える。さらに、鈴木が岡部を見ていて、ゾクゾクする瞬間について明かす場面も。一方、小田は、一番伸びしろがあると思っている、という鈴木の言葉に、3年くらい前から言われて、伸びていないってことなんで、と語るなど、マイペースで鈴木を困惑させる。そんな中、鈴木は、マイティーソーのイメージがある、と、映画、アベンジャーズに例えて小田の魅力を語り出す。そして、最後にマスカレードマスク姿のメンバーが登場、そんなに絡んだことがない、という鈴木と、独特なトークを展開する。写真、マイティーソーと言われた小田恵里奈が笑顔を見せる。